逆サイド高木、はい、低いシュート、ミドルシュート打っていく、中の方が影響あると思いますね。さあこのセットプレーでいく中、ヘディングは決まりました、斉藤啓太、秋田先制。さあこうしたボールも全て止まっていくような展開。さあサウダーニャ前を向いていきますが、これはボールクロスを上げるミキ、ヘディングは返しました千葉。後半戦一気もう1対1、林にボールが出てきました、左山田浩太、林、逆の山田浩太に持ってくる、山田浩太折り返し、先制山形。焦ってもいないのかなと思うので、まあ、90分で勝ち切ればいいという感じだと思います。野津田のボール巻いてきた、メンデス弾いたところ、どうだ、先制点は興奮、メンデスが焦って一度ボールを奪いました。谷口がこのスペースですね、今谷口が走ったタイミングで、はい、まあ、ここですね。そして谷口仕掛けて中には高木、高木だ、これでシュート決まった、前半の12分、高木のボールで新潟が先制に成功。小島も使ってボールを回す、一つ長いボール、これがつながりました、福田、前に抜けて、さあ左のスペース、星、中央にロメロ、逆サイド、高木、新潟、追加点、2点目も高木がゴールを記録しました、中央、空いたスペース。巧みなパスを出す。今このサイドバック、栃木のサイドバック高いところ、大島が高いところを取って、その後ろを松本が埋めているために進入していきます。谷口、新潟3点目、谷口がニアサイドを狙っていきました。力を出し惜しみしないごとき、そういった指示を送っています。この長崎チャンスを迎えるエジカルジュニオは、うん、右展開してウェリントンハット、さらにマイクマも追い越してきました。そのマイクマ自ら持っていく、シュートを打って決めた、マイクマ、長崎先制49分。柴山から奥抜き、中央は菊池、どうですかね、二見選手誰と変えてくるかなんですけども、江川と変わる状況です。はい、低いシュート、ー黒川一瞬の隙を逃さなかった。土壇場で追いついた大宮87、まあ、ニアのところもね狙いますからね、どういったボールを蹴ってくるか、グラウンダーだ、シュート打ってきた、決まった、藤本純吾。ベルディの前からのプレッシャー回避したところから前進うまくしましたよね。小池、そして佐藤、ゴール前に送ったボール、ヘディング、先制、東京ヴェルディ、決めたのは25番花戸仁。今度は群馬、これはチャンスになりそうだ、ここから出たいですね、一旦中央へ、ゴール前待っているのは50番の大前、左サイド田中、その大外を回っていく高橋、ゴール前に送ったシュート、ザスパクサツ群馬、同点に追いついた。ヒットしなかったか、球際のこの攻防になります。近所のクロス、ファーサイドへ、シュートは決めた、ザスパクサツ群馬逆転、時間は60分。ボールの移動中にしっかりとこうアプローチかけるとか。さあその裏を取った小池、中央に後ろを気にしました加藤、ミドルシュート打っていく、決まった、加藤貢献のミドルシュート。今の背負い方からしてもやっぱり藤尾選手はある程度ポストできそうな感じですよね。そうですね、はい、安藤が寄っていきますが、おお、ここが藤尾に入った、藤尾、藤尾のシュート、ー決まりました、先制、水戸ホーリーホック、藤尾翔太で佐野がつないでいって、安藤瑞希高い奪って佐野裏に出していく。さあ太田、ここはスピードがある、
1対1の局面作れる、左足決まった。交代策ズバリハマりました。太田修介今シーズン4ゴール。ミラトと吉岡海奈、前には1人立たせていますが、ミラトが来る、ストレート性のボールできた、面白い、高いからのボール、左サイド折り返し、チョンテセ。今日もスタメン、今日も取った。という中でも落ち着いてやってるなっていう感じしますけどね、それほどパタつかずにはできてますけれども、まあ、でも今のようなミスっていうのは、お高い、ここはスピード上げた、高いだ、高い、折り返し、島屋、先制は山口、島屋が決めました。3試合ぶりのチーム、この移動がね少し、はい、さあ遠藤です。今度はヘディング、決まった、山本のリミチで追いついた。これが今の、まあ、今は左に回ってきてますけど、その時にも、うん、かわいいです、かわいい、かわいい、ぶち抜いた、ニアをぶち抜いた、かわいいで勝ち越し、山口2対1。そして松本、大森、中投手、松本、あとゴンザレス、追いついた。いやー、ゴンザレスが入ってすぐ結果を出しました、2対2。一旦預けて福岡、逆サイドに回していきます。荻原は非常にスピードもある、この選手には注目、かわしていく、中に入れた、シュートまでいけるか、シュート、先制点は京都サンガ FC。 いつも通りのね、3分で三沢から左の荻原、常にその荻原の動きを見ているのがピーター・ウタカ、シュート、うー、2点目が決まりました、京都、最高のゴールですね、これは。70